はい、ってことで、新型ハードフラグ、XBOX、公式プロモーション画像に、携帯ゲーム機をなんと、追加しました。まあ、こちらですね、公式プロモーション画像となっておりますので、公式情報となっております。そして、なんと、シリーズ X と S は、姿を消しました。これは果たしてどういうことなのか、以前からですね、XBOX、携帯ゲーム機を出すんじゃないか、ないしは XBOX 据え置き機から撤退して携帯ゲーム機に注力するみたいな噂がですね、だいぶ前からありました。本当にね、だいぶ前からあったので、それが誠になってきたと、そういった状況でございます。まあ、こちらについてはようやくですね、公式が動き出した状況なので、可能性としては極めて高い。まあ、可能性というか、実際問題こういった状況になっておりますから、まあ、新型ハードフラグ、そして、シリーズ XS、こちらで XBOX は終了してしまう。厳密には、XBOX の据え置き機は終了してしまう可能性が高いのではないかと、そういったことが言われておりますが、真偽のほどはまだ定かではございません。ただあくまで可能性が高いと、そういったお話となっておりますね。で、まあ以前からですね、フィル・スペンサー氏率いる XBOX チームが新しい携帯ゲーム機を開発していると、そういった噂があり、で、特にですね、24年の1月2月ぐらいからですね、かなり話題となっておりましたが、どうやらこれがガチであると、まあそういった状況なんですよ。またこの1年で既存の携帯ゲーム機向けに XBOX PC アプリを適用させることに大きな力を注いでいたのも事実として確認ができていると。またですね、XBOX の新しいフレンドリクエスト機能に関するアートワークに携帯機が含まれているのを発見したと。なので、まあこういったところからですね、まあほぼほぼこちらについては間違いがないであろうと、まあそういったことが言われてます。では、携帯ゲーム機といったところで、まあ、これ具体的にどういったものなのかってところが気になってくるかなと思っていて、まあ、例えば、スチームデックみたいな、まあ、スチームができますよみたいな、いわゆる、どちらかというと、ポータブルゲーミング PC みたいな、そのような位置づけなのか、ないしは、一昔前の、ビータとか、PSP とか、まあ、Nintendo 3DS とか、ガチの携帯ゲーム機なのか、いずれなのか。もちろんゲーミング PC と、ビータとか PSP みたいな類のものであれば全然変わってくるので、あと価格帯も全然変わってくるかと思いますので、どういったですね、位置づけなのかってところが気になってきますよね。まあ前者であれば相当価格は高くなる。まあそれこそね、現行で出ておりますスチームデック。まあ他にもですね、ポータブルゲーミング PC って、昨今かなり出ておりますので、そことね、多分類似するような価格帯に設定されるんじゃないかと。だからね、クソ相当高いと思いますよ。下手すると10万近くするんじゃないかな。いや、逆に10万超えの可能性もあるわけか。そういった可能性もですね、今出てきておりますが、ただそこまでですね、まだ詳細な情報は公式から発表されておりませんので、まあここからですね、年末にかけて何かしらの発表があるのかもしれません。ついにって感じか。ただ、冒頭でも言った通り、据え置き機はどうなるのかってところですよね。公式プロモーション画像から消えておりますので、一応シリーズ X と S は、引き続き発売する予定ではありますけど、一方で、これから先のシリーズについては果たしてどうなるのか、以前からですね、こちらの XBOX 事業については不審であるといったことが指摘されておりましたので、割とマジで撤退の可能性もこれはあるんじゃないかな。まあそういったところも含めて、まあ年末から、年明けかな、そこら辺で情報がね、出てくると思いますので、また共有させていただきます。で、直近ではですね、PS5 Pro が、今年のなんと11月に控えておりまして、そして年明けには、Nintendo Switch の後継機モデル、こちらの発売も今のところは予定をされているといった風に公式から、やんわりとね、
匂わせをされている状況なので、ちょっとまだ明確に具体的に何月に発売するのかまでは情報出ておりませんが、だからまあここに来てゲームハード各社かな、ハード供給会社各社がまあ様々な動きをしていると、まあそういった状況かなと思います。まあソニーとしても PS5 Pro で当てなければかなり厳しいし、で任天堂としてもまあ、ついに、バカ売れした任天堂スイッチからの次世代機への移行もですね、発表されましたので、まあ、Wii から Wii U の時みたいにこける可能性もあれば、逆にバカ売れする可能性もあるし、ただやっぱり一番のネックは価格と言われていて、任天堂側としてもね、ここは慎重に、考えてくるところかなと思っていて、結局なんかね、PS5 Pro も言われてますけど、とにかく価格みたいな、なんか正直さ、価格みたいな X とかネット上とか見てたら言われてますよね。だから非常にですね、消費者ユーザー目線では、ここの価格のところがね非常に敏感になっておりますから、まあ、いくらに設定するのかで、評価とかも変わってくるんじゃないかな。もちろんそのいいもの、まあ、スペックが高いものだからまあ値段がね高くなってしまう傾向にありますけど、ただ結局値段高くすることによって不評な意見であったりとか、そういった話がね、どんどん出てきてしまいますので、で結果として売れなくなってしまいますから、まあスペックをね必ずしも向上させれば良いとか、あとね性能をね上げれば良いってわけではないので、そこのところのさじ加減が非常にね難しいと思いましたね。まあ、そういったところで Xbox 携帯機、以前から噂されておりましたが、誠になってきていると、ガチであるといったことが見えてきました。いやーこれはかなり大きいんじゃないかな。ただ一方で携帯ゲーム機ってどこまで需要があるのかってところですよね。まあそれこそソニーの失敗がありますし、直近ではまあビータもねもう完全に撤退しておりますし、で他にもですね携帯ゲーム機を供給していたゲーム会社って過去にいっぱいあったけどさ、気づけばもう全て撤退している。で任天堂としても携帯ゲーム機と据え置き機、こちらが、両軸になった携帯ゲーム機じゃねえわ任天堂スイッチをね発売しておりますので、なんか単体で言うとねもうないんですよね。まあそのためですね、この Xbox についても、まあ、単体というよりどちらかというと、なんかもしかするとさ Nintendo Switch みたいな感じで据え置き機と、あとそのポータブルモードみたいな感じかな、携帯ゲーム機モードみたいな、そういったね両輪の可能性もあるんじゃないかなと思いました。まあ現状ではですねまだわかりませんけど、ただまあ少なくともですね、かなり信憑性が増してきており、で公式からもね、明確な動きもございましたので、今回は共有させていただきました。ただどうなんだろう、値段のところとで結局据え置き機と携帯ゲーム機両方重ねているのかっていう点と、あとスペックのところとかで、あとまあSteam Deckみたいな位置づけなのか、ないしはXBOX の純粋なポータブル版なのかってところかな。ちょっとそこのところが気になるなと思いました。まだですね本当にプロモーション画像程度しか公開されておらず、で詳細については多分今後ですね明らかとなっていくと思いますが、ただまあ今回ですね PS5 Pro 皆さん記憶に新しいかと思いますが、あちらのね、発表が先週かなありました。ちょっとこの動画いつ出るか分かりませんが、先週ありましたと。でそこからね本当に日が全然経っていないっていうのと、でその日当日に、具体的な、発売日とかあと詳細も明らかになったから、割とね、すぐにね情報出る可能性もあるんじゃないかな。だからまあいきなりその Xbox の詳細を発表しますっていう生放送とか動画がねバーンと出てきて、でそこで一気に発売日とかあとそのスペック詳細とかが明らかとなって、発売しますみたいな告知がね来る可能性もありますので、結構急な可能性もあるからね、まあ、特に PS5 Pro なんでさ割と急転直下というか、大型の見立てでは年明けに発売するんじゃないかと言われておりましたけど、ただ唐突に先週発表があり、で予約もですね今月中、そして今月中から始まり、で発売自体11月っていうことも発表されましたから、割とタイトだったんですよねスケジュールが。まあそのためですね、まあ Xbox こちらのねポータブル機に関しましても、割と直近でやってきて
してすぐにね発売するみたいな運びになる可能性もありますから、まあここについては動向をまた探っていきたいと思っておりますけど、またですね共有をさせていただければと思います。ってことでお疲れ様でした。バイバイ。